京都円町のホワイトベルという喫茶店でランチを食べてまいりました。春日の大師道を上がって円町駅の手前の間にあるところなんですが、あんまりこう目立たないんですけれども、通り過ぎてしまうんですが、ここ結構落ち着くんですよね。席とかがあって、でメニューが結構いっぱいありまして、今日は、和風ハンバーグと目玉焼きをいただきました。とで、ハンバーグ2つあったんですが、小さめの薄いのが、2つありまして、多分これハンバーグちゃんと火を焼くのに時短するために小さくいいのを2つにしてあるんだと思うんですが、どうなんでしょうかね。なんか懐かしい感じのハンバーグで、なんかポテトがあったり、ウインナーがあったりですね、あと何やったっけ、なんかね細々したものがいっぱいあるので非常に、楽しいと言いますか、いい感じでございました。春巻きもついてるんですよね。だからね、で場所はこの辺です。円町から、春日通りを下がって大師道の手前のところですね。ここはあれなんですよ、夕方の休憩もないので3時4時に行ってもご飯が食べられるという貴重な、喫茶店で、結構居心地が良くて長居、してしまいます。それではまた明日です。ありがとうございます。